この訓練は台風や集中豪雨などが起きやすいシーズンを前に、各機関の連携強化や水害防止への意識向上を図ろうと行われているものです。立川市柴崎町の多摩川左岸で行われた訓練は、立川国立昭島の3市と立川昭島の2つの消防署に加え、各地域の市民団体や消防少年団など総勢300名余りが参加しました。訓練は台風の接近に伴い大雨洪水警報が発令され、多摩川の増水により市内各地の堤防の損壊や住宅に危険が迫ったという想定で実施。各市の消防団は土のうを積み上げていく積み土のう工法や、銅板と鉄パイプを用いて壁を作り、その間に土のうを詰めていく防犯防護法など5つの水防工法を行いました。また市民団体は水がたまったところから排水作業、消防少年団は土のうの土を入れていく作業などを行い、各所で真剣に取り組む姿が見られました。建物への、地下への浸水というものが、都市型で近年頻繁に起こっております。そういう時に備えまして、皆様でそれぞれの工法を身につけていただきたいということで、今日は訓練をしていただきました。土のうの代わりとして、例えばプランターとかいろいろな箱、そういうものを、ビニール等で水の浸水しないもので、くるんで、そこの入り口に置くと、並べておく、そういうことによっても土のうの代わりの、一時的な防水措置はできると思います。またこの日の訓練では、河川の増水により中洲に取り残された人が発生、救出活動には立川消防署第8方面消防救助機動部隊、通称ハイパーレスキュー隊による救命ボートとロープによる救出活動も行われました。訓練はおよそ2時間、本番さながら緊張感のある中で行われ、水害に強い地域を作ろうという意識も高まったようです。